術など恐るるに足りん。者どもかかれ。撃ち取ったり
我が軍の強さを見せてやれ。一気に撃ち潰せ。
剣軍は正面より、曹操軍は山上より止水艦へ。太鼓の演説軍と攻撃せよ。劉備軍は迂回して五郎艦を目指せ。これでもか。行け。劉備を思い知らせてやれ。Hey! Hey! 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 H
敵将撃ち取ったり敵将撃ち取ったり彼らの遅れを取るな。我らも遅れを取ってはならんぞ。勝者を守れ。開門したら一気になだれ込むぞ。いざ参る。これでもか。お前こそ悪の心の凍結よ。これでもか。これでもか。これでもか。
呼ぶにふさわしい。はっ、これでもか。いざ参る。これでもか。いざ参る。私の勝ち。お前こそ悪の不幸の凍結よ。お父様、敵将撃ち取ったり。我らも遅れを取んな。さすがだ。
場外へ退路を確保しろ。やるじゃねえか。
書討ち取ったり、これでもか、彼らの遅れを取るな。なぜ以上だな。
ここまでなのか。城内の部隊は敵の侵入を許すな。他の部隊は敵を殲滅しつつ養老湖を探せ。
ザ・マイル聞いてたよ、やるよ。Yeah!
ところに隠しておったか。すぐ殿に報告せよ。はっ。ファイヤー。全軍敵養老校を襲撃せよ。ファイヤー。引き裂きまされる猛将よ。敵将撃ち取ったり。ウゾウの兵糧庫に敵襲。何？バカな。この勝負見えたな、炎章よ。遅れを取るな。よし、反撃に移れ。敵の動揺を逃すな。いざ参る。これでもか。参る。
Come on!
正直所詮寄せ集めの軍我らの敵ではない。加工園総人らはどうかに正面に陣を構える。旅行を以下別動隊は早急に突破し南下せよ。敵も闇をです心してかかりなさい。敵もやりやがる気を抜くな。合流一気に攻めるぞ。いざ参る。敵将撃ち取ったり。このままではまずいですね。ファイヤー！いざ参る！合流されてしまったか。敵将撃ち取ったり。これでもか。
ためよ、完遂。曹操はどういうつもりだ。
五の軍勢は間近に迫っておる。いかがするのだ。待たれよ。ここに殿からのご指示がある。一旦敵の出花をくじき、しかる後援軍を待てとある。もはや議論は無用。私は計略の準備に移る。中央の広場を奪還せよ。そこが五の急所だ。孤独で顔にするな。ヘイヘイファイヤー。合流されたか。ヘイヘイハッヘイ。これでもかハッハッヘイHeck so! It's not that easy!
一気に吹き潰せ。ファイヤー、いざ参る。これでもか。これでもか。いざ参る。焦っておるな。この後に及んで戦いを急ぐのか。炎とは消える間際その輝きを増すもの。彼もまた消えゆく炎なのでしょう。戦の炎を打ち消し乱世を平らげる。それでこそ武の道も極められようというもの。今日こそ諸君に引導を渡す。全軍殺して戦え。呉の大軍を楽器に迎え撃った魏軍は首相張良らの活躍によってこれを打ち破った。敗退した呉はこの戦いにより滅亡し、魏の勢力は揺るがぬものとなり、天下の大勢が魏へと傾く中、漢王朝の再興にこだわる蜀が執拗に抵抗する。蜀の諸葛亮は不利な状況を打破するべく五条原に拠点を築くという大胆な策を実行した。一方の魏はかつて蜀の遠征軍を退けている芝居を送り出し五条原へと攻め寄せる。清流2年、魏と蜀そして二人の奇才がここに雌雄を決しようとしていた。軍団敵拠点を制圧しつつ包囲を狭めよ。敵の策にはまらぬよう慎重に攻めるのだ。
参る。いざ参る。あの者も遅れを取るな。
イヤハッ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 わさ以上だな。敵将討ち取ったり。ファイヤー、我らも俺を切るな。見られたからには死んでもらう。ファイヤー、いざ参る。これでもか。敵将撃ち取ったり。遊軍と合流いたしましょう。Hey!
火消しに勝る猛将よ。今だ。援軍は来ぬか。おったぞ。これで一気に攻めかす。次ではありませんか？
ファイヤー！